なんて禍々しき気配、恐るべき力。オーディですら遠く及ばない。世界は終わる。目覚めちまったようだな。仕方ない、もう一仕事だな。無駄だ。我々の叶う相手ではない。叶う相手じゃないだと。ロキの力は強すぎます。到底勝ち目があるかないか、そんなことに意味があるか。勝てるから戦ったわけじゃない。今までもこれからもな。今さら臆病風に吹かれやがったか、神様の手しやがって。無駄だ、世界は滅ぶ。奴こそがラグナロクなのだ。何度も言わせんな。それでもやるんだ、戦士ってもんはな。戦うだけさ、相手が何者だろうとな。先に行くぜ。俺様、神より勇敢だっての。あの人たち、人間とは愚かな生き物だ。勝ち目はないというのに。ですが、フレイヤも愚か者です。ロキの本当の姿か。愚かな神々よ、共に行くと。我ら巨人の恨みの深さを知るがいい。オマス・ゲルハザ、敵を撃ち滅ぼすのじゃ。アルビルト様のご命令とあらば。なんという魔力、信じられない力だ。まだ話すな。放て。敵は亡霊してくれ。こいつは化け物だ。やばすぎるぜ。これほどの相手とはな。神が弱気になるのもわかる。だがゴートのために、怪力でもない限り、矢を放て。我らは神々を許しはしない。必死に神は巨人を殺し、世界を奪ったのだ。
最初に生まれたのは巨人の祖ユミルであった。ユミルと共に巨人族は栄えた。だがオーディンが現れ、奴はユミルを殺し、その力を奪った。やらせてたまるか。世界を守る戦いぞ。怪物は見当たりません。アーゲルドがガルムと呼ばれる理由を知っているか。残念ながらなるほどな。グレゴンド城は難攻不落だ。生き残った巨人はヨスンフィームに残り、復讐の機会を待っていたのだ。オーディンは王という日を恐れていたに違いない。復讐の刃がその身に迫るその日をな。近づいたら矢を援軍撃て。やられました。乗り込み、神々を皆殺しにしてくれる。神と巨人の争い、今決着した。眠りなさいロキ、永遠に。やった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 。俺たちは勝ったんだ。勝った。やりましたね。これで帰れるぞ。ラグナロクは終わった。
三つは、ナラクマン武士、ニブルヘイムに君臨する名誉、その名を得る。終わるまで。